疲れさーん。アクナガンバあれかおーい原頑張れバテたやった二宮頑張れ、うん、草加パトラーズ少年部の3選手無事に上陸しました。あいつ最初の波に乗ったんでよかったんですけど僕でそれに対して草加パトラーズでどういうことが協力できるのかそれともできないのかそんなことをお聞きをしてみんなで検討していきたいと思います。今日はよろしくお願いします。暑い時も寒い時もですね皆さん本当に不備なく活動続けていただいて本当にすごいなと思っております。で今日はですね、草加市緑の基本計画ということで草加市における、緑に対する、総合的な計画となります。まずですねこのお配りした、緑の計画のこの冊子っていうのだけどゴミが供給されたら私からなんぼ拾おうがこれマッチポンプだから終わんないと土手沿いから親子が、ありがとうございます。あー、そう、結構思います。そう、良いです。まあ、お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。スクールのプレゼントがあります。はい、お願いします。モロ共鳴版プラスですね。あースカイツリーを拝んじゃった。ちょうど電車が走りやした。スカイツリーのてっぺんが見えました。見てごらん。あのぼっち。おりゃ。はい、行ってます。どんべー。どーけーい。
た？このなんか謎の。おお、じゃあ見して、はい、はい。取りました。はい、どうも。なんかすごい臭いよ、これ。暴走市の皆さんを安全に楽しい一日になるように一生懸命指導させていただきます。来てきた場合にはここの道をまっすぐ行っちゃってもつけたいのに変わるかどうかわかんないけど今ベニヤかなんかちょっと厚めの、その辺ずっと待ってるのもなんだろうな、汚くなりますよ。汚くなって全然これは問題ないけど、気分はどうですか？なかなかこれ回っちゃって難しいです。楽しかった人、はい、はい、ありがとうございます。楽しいです。私たち消火から来た甲斐がありました。安全第一でお願いします。はい、はい、あと、今日は体験する人がやります。お願いします。くれぐれも事故のないように、はい、2人乗り手で、はい、お父さんと子供たちを乗せてあげてください。はい、はい、じゃあ始めます。はい、よろしくお願いします。もし受付されてない方いらっしゃいましたら受付。先にこの説明させていただきます。はい、今日はありがとうございます。はい、ます。エコロジーメッカークの理事長の三井と申します。よろしくお願いします。先週台風で、12日はちょっと避難してる。ほらほら、あともう右左右左ここだけですか？だったら私おっちゃん。はい、はい、行きましょう。頑張って。ロテゾイのゴミをさ、一応ゴミは一束ね。
3、2、1、0。この場所は江戸時代の松下宿南端に位置する最初の貸し場で、現在は松下パドラーズがカヌーに乗って河川の美化活動中に上陸する拠点の一つになっているここはね、今から300年ぐらい前の、ね、船着き場だった。全部あれだね。そっちで今パドラーズがやるとこに、上がれないね。おーすげえ、入ってるような財布。冷凍のとかカップ麺とか。あ、お弁当食べたからだね。